中本直樹のなんてったって歌謡曲。この頃酒がうまいのはくだらない見え欲など捨てたから、決して満たされちゃいないけど、ゆったり優しい気持ちで心地よい、人と比べて生きるより自分に合った生き方をしよう。仲間と酒を飲む、丸めた心で酒を飲む、それが俺の人生。皆さんこんにちは、中本直樹のなんてったって歌謡曲のお時間でございます。そして今日の特集と言ってもいいかな、GS の、全てというか全てを知っていると言っても過言ではないというか、見た目は、GS 界の長老に見えるようなそんな、ほぼほぼ同い年なんですけども、大野さんは、はい、あごめんなさい、大野さんはでも先に言っちゃったんだけど、はい、今日のねあのはい皆さん、はい、こんにちは、光晴さんです。みっこちゃん、そうなんですよ ねもう小さい時からねみっこってあだ名つけられて、みっこちゃんつってね、もう女の子かと思ったよね最初みっこみっこって言うからしたらまんまと親父でございまして はい、まあ、僕が16歳で、76年そうです、ね、60? いや違う67年かそうですね、ね、でみっこちゃんが66年、ね、に、このグループサウンズの世界に飛び込んで、そうですね、ね、い長いね、しかしみっこちゃんは本当に古いよねそうですね、もう本当のね、うん、GS のもう初期です ね66年というと、もうだって、まあ、我々がね、はい、やり始めた頃っていうのが、はい、まあ、グループサウンズ絶頂期、そうですよね、本当にもうタイガースがいてテンプターズがいて、ね、もちろんスパイダースブルコメがいて、素晴らしい、ほとんどのグループがね、ヤングセブンツーオーから始まってね、そうですよね、 GS を見ない日はないっていうぐらいね、番組がたくさんテレビ番組でも相当あったんじゃないですかね当時は、うん、でも、そんな、ことでデビューをし損ねたライダースというグループを、やっていらしたみっこちゃん、ね、に今日はいろんな話を聞いていこうと思っておりますの で、はい、皆さんよろしくお願いします。はい、それで、まあ、みっこちゃん今日呼んだのは、はい、実はあの僕をね、はい、スパローズという、ね、バンドで素晴らしい、デビューしてきたわけで、たまたまその前回の、はい、クロコダイルで、はい、高本さんの歌が一番良かったねっていう声を、はい、密かに聞きまして、あそうですか、はい、それではそんなに良かったんだったら、じゃあもう一回スパローズやろうかなっていうことで、はい、みっこちゃんとかね、あとたくちゃんに声をかけたら、ね、やろうやろうよってね、もう親父バンドみたいなのに一気に盛り上がりましたからね、一気に盛り上がってね、やることになりまして、で、まあ、スパローズという、グループをもう一回再結成しようということでずっと進んではいたんですが、はい、実はスパローズっていう、はい、
お笑いの芸人さんがいるんですよらしいですね、はい、すぐに聞いたんで、それでね、はい、スパローズだけだと、そっちの方と間違えやすいという、はい、何人かのご意見も、重鎮からのご意見もありましてで、じゃあいっそのこと、はい、GS っぽく、うん、中本直樹とザ・スパローズっていう風にした方がいいのかなって思って、皆さんに、メンバーの皆さんにね、聞いたら、あ、それいいんじゃないのということで、昔はでもそういう名前多かったですよね。多かった、田辺翔司&スパイダーズとか、ジャッキー吉川とブルーコメですね、必ずね、宗隆とシャープファイン名前が最初つくんですよ ね不思議に、不思議でもなんでもないんだけどねまあそういうグループがね、多かったということで、ね、はい、多かったですよね、はい、そんな話も交えながら、今日はお届けしていこうと思っております。みこちゃんは、ね、東京都民の出身だ。都民の出身っておかしいな。新宿区戸塚町というところで生まれたんですけど、戸塚町ね、それがね、神奈川の戸塚と間違いやすいっていうんで、うんうん、今西早稲田に変わったんですね。あ、そうなの。生まれた時は戸塚一丁目というところで、もう早稲田大学の入り口ですね。戸塚一丁目ってなんだっけ、あの高段住宅かなんかなかったっけ。 ありますよ、都営住宅、ね、都営住宅か、はいはい、そこはなんか知ってる。あ、そう、うん、あそこは都電の昔車庫をね、あ、車庫か、廃車になってから、うん、まあ、今も荒川線ってだけ残ってるんですけど、うんうんうん、前そこ車庫だったんですね、うん、そこ都営住宅になって、うん、そうそう、その名前は知ってる。僕は横浜だから、戸塚って言ったら横浜しか思い浮かばないんだけど、そうですよね、普通そうなんですよね。そうそう、東京でまあ仕事するようになって、その戸塚っていうところがね、はいはいはい、あるということが分かって、まあ、でも地方行けば、はい、六本木はあるし、赤坂はあるし、あるんですよね、あれ不思議なもんですよね。原宿っていうのもね、ある、神奈川にあるんです。ある、ね、あと川越にも新宿と書いて荒宿町っていう、はい、なるほど。そうそう、あとね、もっと面白い話だけど、面白くかどうか分かんないけど県とかあるじゃない、はいはいはい、はい、ね、それで、その下に今度はこれ、まあ、埼玉県だと埼玉県何々市っていうことになると、はいはいはい、まあ、東京都はその後区だけども、はい、東松山市っていうのがあるんだよ。ありますよね、ね、はい、あれ東松山市は本当は四国の松山の名前を取りたかったんだって、はい、あ、それで松山で、申請を出したら、はい、猛反対を食らったらしいですよ、松山市から。うちはね、最初から松山市なんだとであんたのとこは東なんだから東つけて東松山にしたらっていうんで東松山にしたと。そうですか。そんなようなことがあるみたいですよ。まあ、まあ古い話は分かりませんが、ね、はい、で、はい、音楽に目覚めたのは1954年でしょうかね。中学生ぐらい、そうですね、64年ですね、うん、中学2年の時に。何聞いて。早稲田大学が隣ですので、うん、そこの軽音楽部っていうところがあって、うん、そこの、まあ、坊やって言っちゃうとあれなんですけど、うん、そこの大学の軽音楽部とすごく近くて、うん、でいつもベンチャーズをやってて、うん、いつも友達と聞きに行ってですね、うん、すごいなって言うんで、うん、たら楽器運ぶとかって言って、うん、今日どこどこの中学でやるからって体育館で当時やってたんですね、うん、その早稲田大学の軽音楽部の方が、うんうん、ブッキーズって言うんですけど、ね、うん、結構うまかった、うん、それでね、じゃあお前ん家にちょっと私のドラム、まあ、預けるからって言って、うん、で最初ドラムからやったんですよ。だからあ、そうなの、ね、それからスタートして、うん、で当時渡辺プロダクションの、うん、息子さんが私同級生がいて、うん、でそこのマンションで、うん、じゃあ2曲ぐらい、うん、当時のレコードですよね、うん、作ったんですけどね、うん、星に祈りをっていうのが A 面で、 B 面が、この手のひらに愛をって言って、うん、それをね、先ほど言った鍋プロの息子さんの お父さんが鍋プロで、うんうん、でマスタリングしてもらって、うん、でそれを初めて出した時は、私その時はもうシンバルとスネアだけで参加してます。レコード版として
出したんです。出した、あの販売はしてないです。販売しない、ね、もう趣味的に出した、ね、それがもう最初のきっかけですね。いやでも贅沢だよ ね、 そのね趣味みたいで ね、 いいね、レコード出せるっていうのはね。そのシートじゃないんでしょ。違います、もう本当のレコード版。今持ってればねもうプレミアモンなんですけど。プレミアモンだよね本当に。でも販売しないんだからやっぱりそれは価値あるよね。そうですね。で、うん、昔 の、 あのドーナツ版と違ってちょっとね厚めのドーナツ版、それがもう懐かしいっていうかもうとっとけばなっていう今でも思うと。そうだよね、厚いやつね。厚いやつなんです。初期の頃のドーナツ版、ね、そういえばね。そうなんです。ドーナツ版とはいえ、はい、真ん中にこうちっちゃなほらセンターにこう入れるための、はいはいはい、なんか後付けのやつがついてないやつでしょ。もう元々の初期のやつですね。初期のやつだからね、シングル版でもね、はいはい、機材から全部ナビプロの人のお父さんが全部持ってて、うん、でマンションで吹き込みやって、うんうん、何十枚か作ったと思うんですよね。で友達に当時中学2年の頃に配ったりして、うん、そんな思い出ですね。それがあって高校へ行って、はい、でもう本格的にバンドを始めるわけ。そうですね、高校が小石川工業高校って言って、うん、あちょうど昔の工業系なんだ、うん、厚生年金会館ってご存知ですか。新宿のね、はい、うん、あの裏が小石川工業ですので、うん、西武新宿線で高田馬場から一つ目なんですね、うんうん、それの方が安いんですよ JR、うんうん、で通ってたら、うん、当然歌舞伎町を毎日通るわけです、ね、うんうん、で厚生年金まで行きますので、はい、行き帰り当時ジュークボックスがお店の真ん前に置いてあって、それでスプートニックスだなんだかんだっていうのはガンガンかかってた時代、うんうんうん、まあ、まともに家に帰れない、うん、もう11時12時、うん、最終の電車で帰る、それがもう繰り返しで1年ですぐもう中退ですね。あ、中退もうミュージシャンへの道まっすぐ、まっすぐじゃ、まっしぐら、うん、新宿のトレビっていうジャズ喫茶があったんですけど、老舗ですね、うん、歌舞伎町のもう入り口に老舗で、まあ、そこの、支配人が高橋昌司って言うんですけど、うん、うちの実は私が最初にやるバンドのドラムだった。で最初だってドラムでやり始めて、はい、そのリーダーになる高橋さんというのがドラムだからって言ってベースへ回ったわけ。いやそうじゃなくてサイドギターで今度は入って。あ、今度サイドギターそのドラムの人はもう全然もうメジャーで上手いし、うん、ドラムなんで、へ、ええ、でサイドギターで、はい、そのGS やってる頃はサイドギターやってたの。そうです、ベースじゃなくて。それで当時あの2サイドって言って、うん、サイドが本当のサイドがいて私が2サイドって言って、うん、ジャーンジャーンっていうこうなんていうんですかね、バニーズ的な感じですね、ブルージーンズ、うん、そんな感じで当時流行ったかどうかはちょっと分かんないんですけど、うん、まあ、2人サイドがいたっていう時代ですよね。キーボードがない時代ですから。あ、そう、俺でもキーボードいたよ。あ、そうですか66年はね本当キーボードなんかいない時代でしたね。大体、あのサイドギターが2人いてベース、あとドラム、リードっていうそんな感じでしたね。でボーカルがエーストーンっていうさ、はいはいはい、もう当時そうですよね、エーストーンのキーボードを弾いてた、はいはい、あのそれ僕らの本当のメンバーじゃなくて、はいはい、サポートメンバーであのやってくれてる人がいて、はいはいはい、で練習の時も彼が来て一緒に弾いてたから、まあ、メンバーみたいなんだけど、でもデビューの時はその人がいないのね、はいはい、プラスアルファみたいな人なんだけど。ですから当時新宿のトレビでは、うん、まずキーボードいなかったですね、入れるとも本当珍しいぐらい。だってそうしたら青い影なんかどうすんの。あ、みんなギターでやってましたね。でこのボリュームでこう、分かる強弱を、うん、まだエフェクターとかない時代ですから、ね、ワウワウがない頃、ない時代ですから。もうでも1年しか違わないのに俺らは持ってたよワウワウも相当お金があるバンドです。いやいや、お金がね分かんないですけどバンドで持ってました。あ、そうですか。であとボーカル用のエコーチェンバーっていうね、
あのテープを使ってリバーブだったりがかけられるっていう、テス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 テエコチェンバー使ってましたね。あったね、うん、そういえばね。本当テープのやつですね。あのアマチュアの頃に、はい、いろんな楽器メーカーのコンテストがあって優勝すると、はい、例えばグヤトーンとかだとさ、はい、アンプとかくれるのよ。そういう時代ですよ ね。だからもうほとんどもらいもんばっかりで成り立ってたよね。そんなね、懐かしいファズギターとかもね。そうですね。ですから私の、まあ、あの師匠なんですけど、うん、アートキャストっていう、はいはい、そこがないなんか一番最初に水谷さんっていう方がリードギターでファズマスターを日本で初めて弾いたとは聞いてますけどね、うんうん、なるほどね。そのファズギターのあけぼのというアルバムが、はい、あるんです ね。今日は持ってきてもらいましたので、オカルトですね。オカルトね、ね、いやもうそうだと思います。皆さん聞いたことないような曲が多分今日は聴けんじゃないかな。アメイジング GS シリーズというね、なんかすごいタイトルですけども、ファズギターのあけぼのというアルバムの中から、スパイダースの SPI という曲を聴いていただこうと思います。はい、いやいいじゃんね。なかなかちょっとレアだったよね。もちろんもう相当ね、聞いたことないっていう方が多いんじゃないですかね。見たらね、大野さんの作曲なんだね。この勝雄さんの、勝雄さんの、うん、そうですか。いやもうでもパッと音聞いたらスパイダースだなっていう雰囲気はね、わかりますね。息ふんぷんぷんだよね。もうバッチシです。この頃多分じゃあ亀梨さんがまだゲストかなんかで多分その時代だとは思うんですよね。高幸さんのかなりあのファズがね、うん、最初から最後まで最初から最後まですごいよね、うん、だからいや
レアですよ。この頃でね、一発撮りだからね。そうですね、せーのでドンだから、誰か間違えたらもう一回ねって。これ歌手上に乗っけたら本当いい曲になんか ね、バンバンバンだとかね、あんな感じですもんね、ツービートで。まあね、本当スリーコードのね。そうです、まあ、ブルースの進行でいい感じの曲でしたね。いや、ありがとうございます。いや、ね、貴重な、アルバムを持ってきていただきまして、このアルバムの中からね、あとでちょっとズーニーブーとかね、あとブルーコメツの ね曲なんかもね、ちょっと書き、ね、珍しいね、レアなやつが、結構皆さん聞けんじゃないかなと思います。思うわけでございますが、今日はね、ちょっと告知もね、ちょっと挟みつつぶっこみつつというやつで、6月の28日に五反田のロッキーというところでザ・スパロスとミュンとヤヨという ね女性の素晴らしい五反田でライブがぜひ皆さん来てください、ね、来ていただけないとね、はい、もうだってこの間終わったばっかりですけど ね、 そうですね、あの原宿のねクロコダイルで、はい、イカス GS 天国かなり盛り上がりました ね、ソールドアウト思わなかったよね。はい、本当に大変盛り上がりました。その盛り上がりを、6月28日に持ってこようと思っていましたら、なんとドラムのトミちゃんが別の仕事が入ってるということであらと思って、まあ、実はね、タクちゃんっていうね、あのギターやってアレンジもやってくれるタクちゃん、佐藤匠くんが函館なもんですから、ね、わざわざ1ヶ月こっちに滞在して、素晴らしいです ね、もう大切にしたい仲間ですね。本当だよね。いや、本当です、あのね、このずっとバックで流れてる曲ね、はいはい、俺の生き方のギターとかなんかも全部たくちゃんが弾いてくれて、で新曲もね、書きましたんでね、これをちょっとヘッドアレンジを含めてたくちゃんがね作ってくれて、それをみんなにちょっと覚えてもらって、ね、出来上がるまで、やるんだけども、まあそれちゃんと出来上がったらね、この番組でまたおかけしようかなと思っておりますので、皆さんも楽しみにしていただければという、プチ告知を1回目の、はい、告知をさせていただきます。ぜひご購入の方お願いいたします。はい、さあそれで、はい、GS のライダースというグループサウンズで、まあね、ミコちゃんがデビューをして、はいはい、その後に本当にこうなんか、じゃあ GS で CD デビューをしようよという話になった時の逸話がちょっと面白かったんで、はい、これをちょっと聞いてみたいなと思うんですけど、その頃のマネージャーがなんとイエローキャブっていうね、はい、あの巨乳アイドルを輩出したあの方がマネージャーだったという。そうなんですよ ね、ご存知ですかね、皆さん。多分知ってますよ。知ってます。野田さん、ね、あの野田社長、眼鏡かけた、はい、あの人ね、もともとね渡辺プロですよ。でその後サンズっていう渡辺プロの系列の会社を作って、あ、そうですか。そこに石田亜美さんがいてっていうような、だからその前なのかもしれない、ね、全然前ですね。1966年からうちのマネージャーやっていただいて、それでデビューしようよって話があって、そうですね、ですから順序からすると1966年に、冬田市とかね、あの POP っていうところの、支配人をやってたんですね、野田社長が。毎日踊ってたんですよ、午後、っていうか、あの当時もうソウルが流行って、でソウルのお店だったんですよね。韓国の、それ焼肉の方でしょ。あ、そう、ソウルじゃない方ね。そっちじゃなくて、ソウルミュージックを、結局バンドが休憩時間だとか、その間にソウルがガンガンかかってたんですよね。リーチャード・ゼアとか、もうそういうもうナウイ曲がかかる。ナウイ曲。今ナウイっていうのは死語ですかね。死語だね。はい、そんなわけでですね、そこの社員にやってたのは野田社長だった。で、ライダースのマネージャーやるから、で楽器も全部買うぞっつって、当時300万ですかね、黒いマイクロバスまで揃えて、で毎月ですから300万の関係で、もう仕事はもうそれこそビートルズじゃないですけど、土日も全部入れられて、で給料はもう本当ね、当時3、4万、だから坊やのが逆にいいぐらい
いいぐらいで、まあ、我々ほら全部楽器の生産しないといけないんで、毎月ですか、月賦で、で当時あの月賦も仕組む丸いとかね、緑屋とかっていう、当時の月賦っていうのがね流行ってまして、今ローンだけどね。そうですね。そんで、あの舶来はとにかく当時は新宿だとかなかったんですね。ですから銀座の山の楽器で全部揃えて、で、デビューしようということで、とりあえずあの B 体系っつって、あの旅に行けって、それで仙台のグランドパレスっていうとこ行って、で曲をいっぱい作ってこいっつって、帰ってきて、で、もうデビューする前ぐらいに、女入れるぞって野田社長が急に言って、巨乳の女の子だったのかな。それでチコっていうのがいるから、どうだいって言うんです、でデビュー前はもうとにかく、もうその頃はもう2年ぐらい過ぎてたから、1968年ぐらいですかね、じゃあデビューするぞって言うんで、女入れるぞっていう、っつって、うちらロックやってんだよって野田さんに言って、じゃあ解散するか女入るかどっちかにしろって選択しろって、でバンドみんな集まって、どうすると、もう、女入れたらロックできねえじゃんっつって、じゃあもうやめようっつって、それまで2年何ヶ月間ずっと借金払いながら、もう少ない給料で 3,4 万でこう生活してきたのに、そんで同じ野田さんが、もうその時野田さんもだいぶバンド抱えてまして、ビグルズっていううちの全然あの立川から来たバンドがいたんですね、本当はチコ&ライダースで売り出すぞって言われたんですけど、じゃあうちら解散しますって言って、解散した後何ヶ月か後に、チコ&ビーグルスが出てきて、立川のバンドがなんだよっていうか、いやだけどさ、今考えてみればね、女の人がボーカルで入ってロックじゃないとかって言ったら、じゃあジャニス・ジョプリンはどうすんだとかさ、そうですよ ねなっちゃうけど、まあ、日本でいうと、まあ、歌謡曲っていう部類に入っていくのが嫌だったっていうことなんじゃないかと今ちょっと ね解釈したんだけども、で 7,8 枚ぐらい出してるんですね、チコ&ビーグルズ、ね、出してる、帰り道は遠かった、あれがもう大ヒットしたやつです ね、ただあれ今歌謡曲になっちゃってるね。そう歌謡曲。GS じゃないんですよね。そう。まあだからやんなくてよかったなって。だからメンバー出た方がよかったんじゃないかなと私は思います。単純に。その後ですから野田社長が今度はもうバンドの関係やめて、イエロックキャブっていうのを立ち上げて、でフーミンだとかを売り出したという、その流れだから、多分うちが一番最初のマネージャー業だったと思います。渡辺プロに入って、そうですね、そういう流れだ、サンズっていう会社を作って、その後あの巨乳軍団のイエローキャブっていうね、はい、あ、なるほど、わかりました。じゃあちょっとさ、曲ね、このファズギターの明け方の、曲、あのアルバムの中からズーニーブー、ね、これね、なかなか当時ね、ソウルがもう本当やってないとバンドじゃないっていう、まあね、ロックからね、もうソウルになった時代ですね、まあヒット曲としてはね、ズーニーブーは青い、そうですね、海原っていうのがあるんだけどね、まあこの洋楽のカバー曲になりますが、 Hold on I'm coming、 はい、どうぞ、曲を聴いていただこうと思います。 ListenThis is the world of Zuni Blue! Yeah, yeah, yeah! Get out! What? Yes, everybody!Don't have to wait it, 'cause I'm here. Don't be the same.
come and love you, Joppa. That's what I've got to do. Call my name here now, baby. Well, quickly. かっこいいよね。かっこいいっていうかもうレアでしょ、うん、当時 のこの曲はね、大体どこのグループもね、まあ、やってたけど曲なんですけどね、やっぱズーニングかっこいい、うまいわ。かっこいいね、本当ね。やっぱり黒い、あ、なんか匂いがするもんね。そうですね、当時スーナーズよりもなんかいい感じがする。あ、そうですか、うん、ね、私もこれちょっとレアじゃないかなと思ってね、うん、今日ね、はい、お持ちしたんですけどね。いやいやね、本当に古いアルバムをね、紐解いていただいてありがとうございます、はい、ちょっとあのケース割っちゃいましたけ、ね、ど一応謝っとかないとそうかそうか。じゃあ、まあ、チコとビーグルスが、まあ、デビュー しちゃいました。それでみっこちゃんはその後どうするの。その後バンド解散した。新宿でゴロゴロしながら新宿でゴロゴロしながら、新たなライザースっていうので動いてたんですけどね、うん、1年半ぐらいやったのかな、うん、当時もやっぱし池袋だとか錦糸町とか、うん、今度はホストクラブの時代になって、うん、まあ、そういうところで結構あの岡本慎也さんとか、うん、何回か対バンやったり、うん、まあ、そんな感じで動いてたんですけど、もう真面目に仕事しろと、うん、そんなんで二十歳ぐらいから真面目にじゃあ勤めようと、うん、そんなんでね、大学生協っていうところで長年店長やってきて40年ぐらいやってきた、はい、そんな経歴ですね。そ、まあ、それでまあ、大野さんの、まあ、はい、亡くなったね、はいはいはい、大野さんの声がけでまた音楽をやるようになった。そうですね、ここ6年前ぐらいに私をフェイスブックで見つけてくれて、ね、おみこかなっつって、うんうん、ああ会いましょうっつって、うん、まあ、私がね何回か家まで押し込んで、うんうん、で毎晩あのベースをおいしい フレーズを教わったという、うんうんうん、あのアートキャストのね、うん、大野義晴さん、うん、まあ、何回泊まったでしょうかね、うん、お母さんからもねいつもお食事出してもらったりして、うん、まあ、お坊ちゃんですからね、うん、相手はこっちは貧乏人ですからね全然レベルが、はい、まあね、まあ、大野義晴さんはね、はい、やっぱりあの人としてすごいなと思うよね。そうですね、うん、生き方もすごいし、ね、かっこいいよね、まあ、生き方がね。で3年前ぐらいにロスに一緒に行くぞって連れてっていただいて、うんうんうん、アース・ウィンド・ファイアの事務所行くからなっつって、うん、でいろいろコメント社長からもらったりして、うん、で向こうのアーティストとも何かとご紹介していただいて、うんうん、まあ本当素晴らしいね、方でしたね。惜しい人を亡くしたもんだよね。いやもう残念です。残念だよね、まあ、みっこちゃんにとってはね師匠なわけだから、はい、まあ、継承するという意味で、そうですね、まあ、GSO の火を消さないように、そうですね、我々は頑張っていかないとね、はい、いけないよね。もうだって本当に GS っ
っていうともう本当にこうどん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 、ね、減ってますからね、減ってってるからね。でまあ我々が一番若いぐらいですからね古希を過ぎてるというね。大体 JS やってる方は今もう80代ぐらい近い人もいるし ね、 70とか71とかね2ぐらいはもう全然小僧だもんね。まあ、でも早く上がいなくなった方が我々の時代が来るから私やる時代やった時代はね坊やって言われました、うん、いろんなとこで旅行きますよね、うん、と大体あのそういうホテルなんかまず取ってくれませんからちょっと旅館みたいなとこ で、 で一番若かったから私が坊や坊やって向こうのお店の人と、うんうん、それとかライブハウスでも一番やっぱ若く見えたのかは分かんないんですけど坊やって言われましたね。坊やは3人ぐらいいりますよってそっちの坊やじゃねえよ、そっちの坊やじゃないよってあそう、はい、俺はあんまりね地方へね、はい、行かなかったことがなかったな。あそうですか。地方に行くことがなかったの本当に。横浜という本当に狭いとこだけで、はい、あとは週末に、青山とか、はいはいはい、あの辺の夜の、はい、ディスコみたいなね大人の、はい、お店に、マネージャーに、売られまして、あとはねビレッジシンガーズの前座とかね、はいはいはい、あとはオックスの前座とかね、あやりましたよね。懐かしいですね。懐かしいね。本当そういうね前座生活があったんだけども、はい、まあ我々はもうほらその我々はっていうか僕自体は、はい、あの渡辺プロのねまあミサさんから、はいはい、僕たちうちいらっしゃいよって言われて、もう本当にもうタイガースの次は我々だぐらいの思いでいたのに5人のメンバーのうち3人が嫌、はい、だと行かないと、でも残念ですね。それはもう泣く泣くそうお断りした。相当もったいないですね。当時鍋プロがもうトップでしたからね。トップトップ、鍋プロホリプロくらいかな、はいはいはい、あとはもうね本当にロビンフットだっけ、あのカナビツが、ね、いましたね。な事務所とかあったぐらいで、もうメジャーなところって言ったらね、やっぱりそうですね、プロダクションっていうことになるわけだけど、まあいろんなグループサンズの話って尽きないんですよね。尽きないですよね。まあ本当にね、なんていうのかな、楽しいじゃないですか。もうね、音楽そのものは。ですから昔の仲間と会ったりなんかすると、うん、それこそ一晩ですね、喋、うん、りっぱなしで、ね、もういやもうこうやってこうゲストに来てもらったとしても、はい、たった1時間だからあれも喋んなきゃこれも喋んなきゃっていうことになっちゃうから、いっぱいありますよね、ネタは。ネタいっぱいある。あるんですよ、うん、あの放送できないよねネタもいっぱいあるわけでまあね本当にもうここに来てもらってから30分以上経つわけで、はい、今日はねたくさんちょっと曲をねかけようかなと思ってるわけですよ。でいつもはねだいたい3曲から4曲というのが、はい、なんで今日は5、6曲かけたいなと思ってまして、ぜひ、次に聴いていただこうと思うのはブルーコメッツの太陽の娘っていう。まず知らない方は知らない聞けば分かりますけどね。あ本当、うん、そんな雰囲気は先ほどのスパイダーズと一緒で、うん、あなるほどっていうのがね、うん、分かりますよ、うん、そう。じゃあちょっとその、はい、ってみましょう。レアな、ね、太陽の娘、ブルーコメッツ聞いてください。はい、彼方の娘遥かな国で一人太陽が昇る丘へ生まれた娘ウィンダリンダリンダ風が微笑み運ぶ波が悲しみぬぬ太陽が燃える丘で恋した娘ウィンダリンダリンダ銀色に輝く美しいその姿俺の心は恋の炎でいっぱいさ星はリンダの瞳つ
が二人を結ぶ太陽が沈む丘で口づけ交わしたみたいな シワリンダの瞳、月が二人を結ぶ、太陽が沈む、おたれ口づけ交わしたリンダリンダリンダ、はい、聞いていただきました、太陽の娘ジャッキー吉川とブルーコメッツ、これあれですね、作詞が橋本淳先生で、はい、作曲は井上、当時多いですよね、橋本さんはね、そうそう、橋本先生の曲いっぱいあるもんね、タイガースなんかほぼ橋本さんですよね、そうそう、あとは杉山先生とね、はい、セットですね、あの二人は、あとは鈴木邦彦さんとかね、そうですよね、うん、まあ本当に、あとは曽根孔明先生も作ってますよ、実は、はい、知られてはいないんですか、ということで、レアな3曲、全部、ギターはファズと、だからファズ特集ですね、ファズギターのあけぼのというタイトル、なかなかレアですよ、ね、うん、こういうのがおそらく、地球の反対側の方で爆発的に売れてるという、なんか、はい、アウトキャストの曲もアメリカでものすごい人気があった曲があるって言ってますよね。そうですね、私の師匠から聞いた話なんですけど、うんうん、とにかくもうミッコ知ってるかって言うから、うん、なんかあったんですかって言ったら、いやな、アウトキャストの、なんだったっけ、ノッポのサリ、そう、ノッポのサリがね、うん、もうこれもね、本当は今日持ってくればよかったんですけど、うん、あ、これ多分ね、聞いたら皆さんびっくりします、規模の方がね、福士さんが歌ってるんですけど、うんうんうん、まずあの怒鳴り声で、うん、それがもうご機嫌らしくて、そう、相当アメリカの方ではレアで売れたらって聞いてますね、師匠から。でもまあね、あの人の曲だからね、そうね、印税が入ってこないからね。そうですね、あ、でも、大野さんの言ってることだから、まあ、話半分としてもいやいや、この間ね、あの森本太郎さんが来た時に、はい、いやいや、前にね、はい、ほら一緒にやったりとかしたじゃないですか、はいはい、GS の前 で、ね、でなんか大野さんに思い出の話って言った時に、はい、アウトキャストってもうすごい実力あるけど人気なかったんですってねって言ったら、もうそうなんだよって言ったら、うん、太郎さんは、よう、そんなこと言うな、俺でも言わんわ、そんなことだって、いや、鍋プロのやっぱね、先輩方ですから ね、第一期生ですからね、うん、アウトキャストは、そうそう、まあ、小野さんそんなこと言っても全然怒んない人だったからね、そうです、全然あの、ね、思わないよね、もう温厚な人ですからね、うん、いやいや、もう惜しい人を亡くしましたって何回言うんだって話、ね、そう、じゃあ次はね、はい、もう一枚、あるんですよ、実はね、アルバムがここにですね、We Love GS グループサウンズバンザイとで BTF バタフライバックトゥーザフューチャー、バックトゥーザフューチャー、そうですね、でフィーチャリング大野光晴というこのアルバム、これもすごいですね、これ一日だけの恋っていうのが、まあ、アウトキャストのね、そうですね、曲で、これがなんとドラムが西川さんですね、本物ですね、でベースが大野さん、大野義晴さんです ね、まあ、こういうのとかキサナドゥの伝説、 青空のある限り、あの時君は若かった、長い髪の少女、恋を少女、ジェニー、甘い色の髪の乙女、エメラルドの伝説、ガールフレンド、青い鳥、真冬の帰り道、ブルーシャトウ、
みんなでブルーシャドーって伸ばすねえ、あれ部が正しいのにまあまあそんなことでですね、はい、この中でじゃあちょっと一発聞いていただきましょうかね、ジャガーズのね、興津さんがもう素晴らしいねリードでね聞いていただきたいと思います。ジャガーズでキサナドゥの伝説。テクっていうのもさ結構かなりあったりするけど、やっぱり年とともにね、はい、そうなんですよね、このレコーディングの大変な、ね、3回ぐらい撮ったんかな、こう早すぎるよってね言ってたらしいから相当ね食ってかかったんですけど、ね、いやこれ現場ですよって、うん、まあエピソードですけど、まあ、こんな早かったのって、うん、本人がびっくりしたぐらいですからね、若い頃はねみんな早く早弾きできるからね、まあ、今ちょっともうちょっとあのスローテンポの、かなりねあちこちライブハウス出てるらしいですけど相当遅いみたいですよ。これぐらいかな。そうです ね, ね、まあ、でも名曲は名曲ですからね、はい、キサナドゥということで、はい、キサナドゥの伝説を聞いていただきました。この We Love、GS グループサウンズ万歳、バックトゥザフューチャー、フィーチャリング大野光晴、これを例えば欲しいという方がいたら、はいはい、トクマで出してますんで、ジャパンで、どこの、まあ、レコード会社に言ってもらえば、うん、
どこのレコード会社じゃなくてレコード店ね。レコード店で。どこのレコード会社行ってもいやうちにはないよって言われちゃうから。まあそんなわけで問い合わせもできる。できるんですね。まあこれはねエグゼクティブプロデューサーということで、みっこちゃんが入ってる、ね、今度はレコーディングのエンジニアが当のかっちゃん。だ我々の、ね、レコーディングもかっちゃんにやってもらいますけど、ねはい、近々発表しますのでぜひ、ね、皆さん購入の方もお願いしたいと、ねはい、で、多分秋口には発売できるように、はい頑張りたいと思ってますので、ねそうですね6月の28日は五反田で披露します、はい、この曲は、ね、あの新曲はね新曲はね、はい、2曲書き下ろしたもういかにもグループサウンドらしいという曲でございますのでお楽しみにしていただきたいと思います、はい五反田ロッキーの、ことに関しては、中本直樹もしくは、大野光晴の、まあ、他にもねあの佐藤拓実さんの、ページでもおそらく Facebook 等では、見れると思いますのでぜひ、ご覧になってまだ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 っていうかもうチケットはね多分そんなには残ってないと思う席数からちょっとね、はいはいはい、残っていないと思います、はい、争奪戦になりますということで、今日は本当にね、まあ、多分ね もっともっと話しなきゃいけないことって残ってるんだけどたくさんありますよ ね, ねもう、まあ、こういうふうにゲストに来てもらってまた来てねっていう人もいるんですよもちろんまた来てくださいねってで来ないですね1年ぐらい先じゃないと、まあ、みんなそんな、お世辞ばっかりね言ってる人じゃないんです僕のゲストは本当に来ますよ来てねって言ったら、全然もう暇ですから暇だからね、はい、お互いに、高齢者ですから、はい、また本当にね来ていただきたいと思います、はい、じゃあ最後に、アウトキャストの大野さんを忍んでそうですねこの一日だけの恋というのを聞いて、はいいただきたいと思います。
大野さんを偲んで一日だけの素晴らしい曲ですよね。もうね、うんうん、やっぱり老舗のバンドっていう感じだよね。当時やっぱね、本当テクニックあるバンドで、うん、ただねやっぱタイガースだ、うん、テンプダーズだっていうと、うん、みんな顔で、ね、うん、売れた時代なんだけど、あ、悪いこと言ってるあ、悪いこと言ってる、電話しちゃおう。だからねテクニックじゃない時代だったんですね。テクニック、テクニックの時代、そうです、テクニックの時代だったの、うん、まあ、そういうのが受け合んなかった時代だったんですね。ルックス中心ということでしたよね。まあ、そういうことで今日は、テクニックがあったライダースの大野みっこちゃんに、来ていただきました。どうもありがとうございました。また本当に来て、ぜひ、ね、次はその大野さんが豪語したっていうその六歩のサリーをね、そうですね、持ってきてください。ぜひね、もうこれを聞かせしたいですね。わ、はい、かりました。アメリカでは大ヒットらしいです、はい、こう日本だから分かんないからね。分かんないからね。本当にどうもありがとうございました。とんでもないです。今日はお邪魔いたしました。ありがとうございます。お願いします。はい。生活には青春はないでしょう。ならば妻の宿へおいで。いちごの花見たことはないでしょう。ならば妻子の宿へおいで。そして忘れがちな心の安らぎ作って、そよ吹く小風の中に浸ろう。赤いカブトムシに鉢巻き締めて、相撲を取らせる配達らの一日。そして飽きたらとっくりの酒に溺れて、君はいちごの花見たことはないでしょう。ならば妻子の宿へおいで。セミの子守り歌に浮世を忘れ。